演舞開演。どうも、本日は昨日の続きで、まずこちらからミスタードーナツのチーズパーティーの続き、チーズ祭りの続き食べていきたいと思います。まずはポンデチーズ。ポンデリングとなるともう想像がつきますね。美味しいのは中身はこんな感じです。ではいただきます。感想は最後にまとめますね。今はとりあえず外側のチーズチョコがもっちり生地と合うのはもちろんですが、中にあるクリームチーズもしっかりと噛み締めるとともに口の中にチーズの旨味を広げてくれてとっても美味しかったです。チーズ生地とは一番これが相性いいかもしれませんね。では続きまして、パーティーの締めくくり、こちら2種類のシュードーナツをいただきたいと思います。シュードーナツ、確かに寒くてもバレたいのってもダメだかな。まずはこちらのイチゴの方をいただきますね。ちょっと崩れそうなのでこのままいきます。ではいただきます。この音、最後にふさわしいですね。通常のドーナツ生地とは違うさっくりとした食感が、チーズチョコレート、それぞれの果物の酸味とよく合っていて、とっても美味しかったです。サクサクといった音とともに甘酸っぱさが口中に広がっていきますね。イチゴの方もオレンジの方もそれぞれの良さがありました。というわけで今回のチーズ祭りはこれで終了ですが、またこうしたお祭りやっていただきたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演チーズタルド。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。